だからもうエルピが勉強しなきゃダメ、それは、うん、エルピがね。でもね、これあのもうあれなんだよ、一か八かで俺がアイテム飛ばなくなったらもう自滅するけどね。まあそれありきっていうかね。そうだよ、ここがね柱だから、もう配信しかないんだから。うん、今はねまあいいけど、今年はね、そうね、うん、それ以降は、ね、絶対とかないしさ。うん、あ、こんにちは、ここいらっしゃい。うん、焦ってたよ。うん、やめたいと思った時はあるの？いや、あるよ、ある、うん、風船ありがとう。あ、なかなか伸びてるんだ。僕 の、 あの配信始めたきっかけはあれですよ、離婚する前に別居した時にもう寂しくて携帯ゲームから オンラインのゲームね、うん、してそのチャットとか、それがあのきっかけだよ。それ面白いなと思って、それでなんか行き着いたんだよ。これいつのお茶これ、昨日かとか、ちょっと小銃と発揮するけどね、これ中途半端な綾鷹が2本あるんだよこれね。これはまあ同一人物の可能性は低いとは思うけどね。うん、そうだね、うん、エンペラーだし、でまあこうなったら俺は捨てる人だけどね。捨てちゃう、うん、でいつのか分かんないからねこれ。まあね、雑音って誰でも入ってるよ。俺調査したんだけど、朝ちょっとあの音量下げたら、あの半分ぐらいにしたら、携帯で見てる、パソコンで見てる、それ気にならないね、みんな。うん、音量マックスにするとね、どの配信もねやっぱ雑音入ってるよ。しょうがないね、気にならないでしょ。うん、勘弁しても入ってる。まあそれはもうしょうがないんで、動画編集ね頑張りたいね。うん、ちょっとお茶取ってくる。うん、モスキートーンでしょ、あの辺のね、うん、ニコ生でやっぱあれでも、はい、あ、エルピちゃん向こうにあるんだ。あ、私だよ、あ、これ向こうに穴開けるか、はい、あ、でも一回消えてこい、こうに入ってる。あ、空気清浄機のパソコンの音だと思うよ。エアコン切っても換気扇切っても音鳴るんだもん。おっ、ありがとう、ともちゃん。もっこりドリチンだからね。ドリチン、ドリチン、前期か、あ、10位になってれば。おお、ムサウが100ぐらいか、11。これみんな勝てるかな。
勝てると思うよ。あ、なんで A に Y がついたの？おはよう。うん、L1 の前期か。あ、桃奈々ちゃん、あのね、8、9、10って同じだからね。皆さん、あの8万円もらえるんですよ、10位に入ると。それが欲しいんですよ。相手でも一切こじってないから。 ありがとうございます。1位はね、あの100万円だから、今月は金梅さんかな。で、2位の養分さんが50万円。で、3位のりなねこさんが30万円。だったかな？おちゃみおはよう。猫たん配信したら抜かされないと思うけどね。だって2000円ぐらいあった差を縮めたんだよ。あの、ナイス不正の発表が運営からされた後に。なんで抜かされるの、人参さん。うち、金梅さん。あ、僕さん、ありがとう。人参さん、なんで抜かされるの、猫さんに。多分ね、不正がなかったらね、あの、そんな差が縮まらなかったと思うよ。いや、こうやってね、あの、言いたくないけど、2000円あった差が縮まるってそういうことじゃないですか。いや、隠れ囲いがいたとしても、あの、発表後に2000円差が縮まるっていうのは何かしらの影響があるって考えるのが普通じゃない。俺の見解おかしいかな。これ言いたくはないけど。いや、本当に2000円ぐらい差があったんだよ。こんにちは、パルさん。弱音吐くの？なんで急に怒るの？ペロリーナさん。急に怒られたんだよ。どうしたの？弱音っつうか、普通に分析してるんだけど。なひろさん、ありがとう。わからない。まあ、根拠があって僕が発言してるから、根拠なく発言してないよね、柴犬さん。だからガチ囲い約10人がナイスを押してアカウントを消して再インストールしてナイスを押してっていうのを多分一日中やってたんだと思う、ね、おそらく。だから知る人ぞ知るやり方だったんだよ、多分。ある一部の配信者の中でその情報が共有されて実現されてたんじゃない、おそらくね。それか、あの、まあ、配信者は知らずに配信者思いのリスナーが勝手にやってたとかね。その2つに1つだよ。だから、あの、ツイッターは多分1回しか押せないのかな、分かんないけど、俺分かんないから。まあ、とりあえずアプリを1回消すと押せるんじゃないですか、フワッチのアカウントは。それが多分できなくなってるんじゃない、今対策してるんじゃないですか、運営さんは。
うん、ナイスだけで稼げるんで。先月は養分伊藤さんね、あの4冠してるんだよ、うん、期間の